愛国自民党ニュース。ハリス氏が一躍時の人となるのに伴い、ある人物の過去の発言が注目されています。トランプ氏の副大統領候補になった J.D. バンス氏です。過去の暴言に再び批判、その内容は22日に SNS に投稿された3年前のインタビュー映像がすでに2300万回以上再生されています。バンス氏はハリス氏や最年少の29歳で下院議員になったアレクサンドリア・オカシオ・コルテス氏、同性愛者だと公表しているブティジェッジ運輸長官を名指ししてこう批判したのです。この国は自分の人生に不満を抱えている子供のいない猫に時間を捧げるような女性たちに支配されている。そして彼女たちは他の人も不幸にしようとしている。民主党の将来は子供のいない人々によって支配されている。バンス副大統領候補、日本の売国自民党から大歓声で迎えられました。なぜなら、自民党の女性、家族政策とアメリカの極右、ファシストの共和党、家族論は同じなんです。自民党は裏金問題で犯罪者、人目を避けてきた中での注目のチャンスと、思ったんでしょうね。詐欺だ詐欺だと批判され適当に行き回す自民党です。どんな手口で騙そうと、だから次の5つを守ろうよ。一つ落ち着いて対応、振り込まない、三つ一人で判断しない、四つ誰かに相談を、五つ必ず事実確認を。これで私は騙され